結局、勝負は全員が勝ったり負けたり、みんなでコスプレをして村中を歩かなければいけない羽目になってしまった。何だったんだ今日の部活は。勝者は一人もなく、ただ全員が敗者になったと、そういうわけなのか。はあ、戦いは何も生み出さないんだね。次はどちらに曲がりますの？どっちに行こう。こっちだと福田屋さんの方に出るね。向こうだと高津戸かな、矢河内かな。矢河内の方って俺行ったことないんだよな。どういうところなんだ？矢河内はお家とかありませんです。寂しいところなのですよ。なら決定だ、そっちへ行こう。これ以上村人とすれ違いたくない。ま、ケイちゃんがどうしてもって言うなら少しだけ行ってみるか、散歩気分でね。よっしゃ行こうぜ。行こう行こう。もうしょうがありませんわね。僕はあまり行かない方が良いと思いますです。